きだよ、ぽよだよ、ゆきぽよだよ。やっほー、ゆきぽよです。今日はメイクブラシを洗おう。普段私がどんな風にメイクのお手入れをしているのかっていうのと、みんなに私のメイクブラシの本数をアピールたくてこうやって並べてます。何本あるんでしたっけ？50本以上あるよメイクブラシマウント。早速メイクブラシを洗ってみようと思います。スタート。ではやっていこうと思います。まず用意するのはこちらのコップですね。普通なんでもいいの、コップとかこういう器と、ダイソーのメイクブラシ洗剤、メイクブラシ専用の洗剤とか使ってたんだけど、コスパがね、もっといいのがね、牛乳石鹸。これはメイクさんにおすすめされて、もちろんメイクブラシ用洗剤で洗うのが一番いいんだけど、普通に牛乳ブラシでもふわふわになるから。牛乳ブラシ牛乳石鹸。そう、中性洗剤で洗ってる子とかいるじゃん。やばいらしいよ。で、あとこれだね。じゃん、ダイソーのメイクブラシかけスタンドみたいなやつ。ポンポンポンって刺して収納もできるし、こうやってやっとくとこのまま棒に引っかかってそのまま干せるみたいな。じゃあまず最初にやっていきましょう。まずはこのコップにお湯をためまーす。太い方から、私は太い子たちからどん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 。で、ガシャガシャって、あーしたら一回流します。もう水の湯洗いだけでも相当汚れ出るからね。そしたらこの牛乳石鹸、かわいい、もうって書いてあるんだね。カウだったこのようにメイクブラシを牛乳石鹸にこうやってやります。牛乳石鹸っていい匂いしない？好きなんだよね、この香り。で、これ泡泡にします。泡全部そうする。え、見てー、汚い。この牛乳石鹸、赤と青があるんだけど、私は赤タイプです。しっとり、筆を乾燥させちゃいけないから、そうすると傷むんだって。メイクブラシって普通はどれぐらいの頻度で洗うのがベストとか聞いたことある？あるよ、まあ、メイクさん曰くできれば毎日、もう簡易的な安いやつでいいから。なんかあるのよ、ティッシュに液体かけてそこでフキフキフキってするだけでもいいから、毎日洗ってほしいけど、そんなの実際しないじゃんみんな。ほんと最低でも1週間に1回は洗わなきゃダメって言われて、私はそれまでね、半年に1回とか洗ってなかった。でもそのメイクさんに言われてから1週間に1回マジで洗うようにしてる。ジャボジャボさせます。この乳化も大事なの。一回お水で乳化させて、奥底の汚れまで取る。上きたねー。あんなに汚かった筆が真っ白。次はちっちゃい筆たちです。こういうちっちゃめの筆、水で しますね。で、乳化こんでちょっと洗って、きたね。このね、筆、昔ダイソーで買ったんだけどね、中学生ぐらいからずっと使ってんの。10年は経ってるね。全然。15年前とかかな。次、パフもね、一応牛乳石鹸で洗うんだけど、パフに関しては牛乳石鹸じゃなくても、中性洗剤でも問題ないと思います。パフも、こう、乳化しながら、茶色やわが、出てこなくなるまでこうもみもみします。この牛乳石鹸はちゃんと洗ってまた新しいラップにくるみます。じゃあ次はこのダイソーのやつを使って干していこうと思います。
これスタッフさんに買ってきてもらったやつなんですけど、ちょっと初めて使うからどうやって使うのか分かんない。あ、こういうこと？あ、できた。すげえ。これもこうして、こうだ。うわー落ちてくるかと思った。すごーい、いいね。うんこうなるよね。私いつもこれ使わないんだよ。うちには結構すんげえ秘密兵器があるから、そっち使おうと思います。ということで、こちら我が家の秘密兵器です。じゃーん、なんでも乾燥機。すごいっしょ。なんと UV もついてんの。すごくない？太陽光まるでドラえもん。ここで約1時間くらい放置してれば、もう一気に筆たちが乾いてくれます。なんて便利なんでしょう。外で干す人もいらっしゃるじゃないですか。で、私も一時期全然外で干してたんだけど、外だと普通に晴れてる時しか干せないっていうのと、乾燥するまでに時間かかる。だから洗って、やべえ1時間後にメイクしたいって時にメイクできなくなっちゃったりとか、あと春の時期はメイクブラシに花粉がブワーってくっついちゃって、花粉症だからさ、荒れるし目かゆくなるし鼻水出るしで化粧どころじゃなくなっちゃう。だからこの乾燥機めちゃくちゃ便利で、めちゃくちゃ愛用してます。以上、私の筆のお手入れでした。ぜひ皆さん参考にしてみてください。最初はゆきじゃんけんぽよん、バイバイ。なんか無になりたい時にやってるかも。結構本当無になりたい、ない無になりたい時、もうみたいな本当もうずっとこうやってやってる、無になりたい時は。